はい、じゃあやっていきます。はい、わかります。ああ、しまった。いや、3種類のベルを取った時点で、これで1回、これで1個ですね。敵倒すのは別にいいんですよ。ベルを早く、どれだけ早く取るかのっていうのを競うわけですから。あ、これ取った。これは取ったらダメなんですよね。あの、光ってるの取ったらアウトらしいんですよね。これで2つ目。あとは赤ですね。赤。赤。赤。これは取ったらダメなんですよね。あー、やられてた。ダメだ、こりゃ。むずいな。はい。はい。こっちか、こっちからか。雲がどっちから先出てくるかっていうのも覚えとかないからね、これ。あー、しまった。落ちちゃったよ、今。白になったのに。これは取ったからいいんですよね。で、ベルに切り取られて、やられる、敵にやられるのがこのゲームのね、ありありなんで、あるあるか。今度赤。今度赤のベルです。よし、これ取って。あー!くそ!惜しかったな、今。あれ取って、取ったらストップウォッチを押して終わりみたいな感じだったんですよね。赤取ったら。これ取ったらダメですよね。あー、しまった。今食らっちゃったな。あー、青は取っても意味ないんですよ。もう一回取ってるから。これめっちゃ遅いな。あー、しまった。普通に取っちゃった、今。難しい。打ちすぎてもダメやし、むずいんですよね、これ。よし。これで終わり。はい。1分44秒もかかってます。はい。はい。あー、しまった。終わっちゃったよ。間違いで。これ一番早い人が3種類全部取るのに、18秒で取ってる人います。ほど遠いですね。はい。18秒か。すげえな。もう何発でね、青に変わるかっていうのは動いとかないかんし、これね、青と白がすぐ取れても、あー、しまった。あー、ダメだ。青と白がすぐ取れてもね、赤がなかなか時間かかるんですか。もうリセット押しちゃったらあかんやん、おい。難しいわ。はい。ストップウォッチ押すタイミングもむずいっすよね。むずいっていうか。あー、しまった。押し、映っちゃったよ、また余計に。で、これでも、あ、まず白先取ろう。はい。赤先取るか。赤先取ろうか。はい。よし、赤先。やばいやばい。で、今度は青取ればいいんですね。3種類早く取ればいいわけだから。これで OK。これで OK。はい。39秒ですね。18秒にはほど遠かったですけど、さっきよりは早かったですね。18秒56にはほど遠いですけど、まあ半分ぐらいなのかな、タイム的にはね。39秒ですからね。はい。あともう一回やりましょうか、じゃあ。
って。もう雲を出る位置も覚えとかなあかんし、ベル何発で変わるかっていうのも覚えとかないかんし。これで1個ですね。はい。2個。で、あと 赤取ればいいだけですね。赤が一番大変なんですよね。打つ回数多いから。で、これ取っちゃいけないんでね。これ取ったらもう、取った時点でアウトなんでね。よし、OK。はい。33秒です。今のところ一番早かったですね。はい。まあ、18秒には程遠いですけど。はい。これで終わりです。はい。